本日の第2試合、神戸国際大附属高校対東洋大姫路高校の試合にまもなく開始でございます。1回の表、まず守ります神戸国際大附属高校のピッチャーは高橋君、キャッチャーは西君。
は浦和高専。国際大附属高校選手の交代をお知らせいたします。ライト山崎くんに代わりまして黒田くんが入りピッチャー高橋くんがセンター。5番、失礼いたしました、高橋くんがライト。5番、ライト高橋くん。
5対4をもちまして東洋大学附属姫路高校